約700年前のことですがイギリスのロンドンで聖書が英語に翻訳されました。 一般の人が聖書を読めるようになり小さな祈りのグループで集まる聖霊の働きが起こったことによりさまざまな改革が始まり世界が変わったのです仕事の質と基準に責任を持つように互いを励ますギルドが誕生しました聖書を基準とした人々の間で神が働かれエクレシアとして小グループで共に祈ることによって信頼できる測定値や計りなどが発明されました 教育、ビジネス、政府、エンターテインメント、メディアの領域において、互いに祈り合う小グループで集まるクリスチャンによって再び世界的改革が起こることを祈りましょう。神に信頼して具体的な目的を持って祈りましょう。未信者の方々がクリスチャンとビジネスや仕事をしたり助言をもらうと良い結果が生まれ、クリスチャンは本当に信頼できると再び認められるようにお互いのために祈りましょう。神様、あなたが過去に された御を感謝します。現在世界は非常に暗く見えますが過去のとても暗い時代の真っただ中にあなたは光をもたらされましたあらゆる場所でクリスチャンが集まり親切に助け合うと同時に愛を持って真実を語り全員がキリストのように振る舞うように変えられ変革を起こす神の御技の大使となれるようにお祈りします。アーメン。